皆さんこんばんは、ナビゲーターのたまごです。今日は平安時代に活躍したイケメン官僚が閻魔朝にお仕えしてたというお話をしたいと思います。このイケメンは美女で有名な小野小町の祖でもあり、花札でおなじみ書の達人小野道風の祖でもあります。当時平均身長が160センチ前後だったのに対して190センチ近い大男だったと言われます。小野高村は802年生まれで、小野妹子の子孫とされています。若い頃は父の赴任先の陸奥国で厩馬に励んでおり、武芸を得意としていました。しかし帰郷後も武芸ばかりに励んでいたため、嵯峨天皇から咎められ、自分を恥じて学問を志します。瞬く間に才能を開花し、834年には副検討使に任ぜられます。後に法律にも明るく政務能力に優れており、漢詩文では八虚位と対比され、書においては日本の王義士と称される優秀な官僚として名を残しました。しかし当時は権威に従わず、自己の主張を貫くことから貴族社会では異端児とみなされ、変人だということで野狂という異名で呼ばれることもありました。また金銭にはあまり興味がなく、俸禄や食料を友人に分け与えていたので貧しかったそうです。この小野高村には奇妙な伝説があります。昼は朝廷に出資し、夜は閻魔朝に勤めて閻魔大王の手伝いをしている。なぜ死後の世界と関連づけられたのでしょう。あるところに両親に大切にされ、美しく育った娘がいました。両親は娘に女性として身につけるべき教養をいろいろ習得させ、次は漢籍を習わすことにしました。先生を誰に頼もうか考えたところ、ある学問に秀でた人物を思いついたのです。その人物とは、妹とは腹違いの兄、小野高村でした。妹と高村は兄弟という関係ではありましたが、母親が違うので、二人は幼い時から疎遠になっていました。高村はこれも何かの縁だと思い、親の申し出を心よく引き受け、妹に漢籍を教えることになりました。高村は妹に漢籍を教え、言葉を交わし、次第に慣れ親しんでいきました。そして二人の間には恋心が芽生え始めたのです。それから高村と妹は昼間は漢籍の勉強をし、夜になると逢瀬を楽しみ、夜がまだ明けないうちに部屋から抜け出すという日々を過ごしていました。そしてあってはならぬことですが、妹は高村の子を身ごもってしまったのです。そのことが両親に知れ、激怒した母親は妹を蔵の中に閉じ込めてしまいました。高村は妹のことが心配で、いても立ってもおれず、夜中にこっそりと妹が閉じ込められている蔵に忍び込もうとしましたが、扉は固く施錠され、開けることはできませんでした。夜が明ける頃、高村は妹に何か食べるものを渡すため、自分の部屋に戻り、簡単な食べ物を用意します。ところが日が高くなってしまい、人目につくのを恐れ、仕方なく下男を使って運ばせることにしました。しかし妹は高村が来るものだと思っていたので、食べ物を運んでくる下男を見て残念に思い、悲しくなってしまいました。誰かのためにと思える命であるなら身も惜しみますが、私はそうではないので、このまま死んでしまおう。彼女は食べ物に一切口をつけませんでした。それから4日ほど経った頃、やっと人目を避けて自分の部屋から抜け出せた高村は、急いで妹のところにやってきました。そして壁の穴から蔵の中を覗き見ると、妹は苦しそうに床に伏せっていました。妹は蔵に閉じ込められて以来、何も食べていなかったのです。そうとは知らなかった高村は、どうした?大丈夫か?と叫ぶと、妹は答えました。私の身は、この世から消えてしまい、灰になってしまうでしょうが、夢のごとく私の魂はあなたに寄り添っていたい。
間もなくして妹の返事がなくなったのです。その様子に慌てた高村は大声で、妹が死にそうだ、誰か扉を開けてくれと泣き騒ぎましたが、妹の息はもうありませんでした。その夜のことです。ほのかな明かりのもと、高村が妹の亡骸に寄り添うように泣き伏していると、高村の背後で何かざわめくような気配がしました。何かが高村の背中に寄り添っている感触が伝わってきたのです。高村はこれを妹だと思い、触れようとしましたができませんでした。夜明けとともに気配のなくなる妹に涙を流すことしかできませんでした。高村は妹が死んだ場所に花を添え、香を焚いて妹の霊を手厚く供養しました。それからしばらくの間、夜中になると妹の霊が高村のもとに現れ、二人は語り合いました。ところが妹が死んでから21日目を過ぎると、妹の霊は毎日は現れなくなり、28日を過ぎるとたまにしか現れなくなってしまいました。高村はそれが悲しくてなりませんでした。その後も妹の霊が現れる回数はどんどん減り、3年経つ頃には妹の霊は全く現れなくなってしまいました。なぜ冥界の逸話が生まれたのでしょう。紫式部の地獄行きを救ったこと、母の病を治すために冥界に通い出したこと、藤原のよしみを蘇生させるために閻魔様に懇願したなど、数々の伝承がありますが、小野高村は僧正の整備を進める官僚でもありました。当時平安時代は空想や彫想で、位の高い一部の人しか埋葬されませんでした。疫病が流行ると市街地には死体が増え、衛生的にも道徳的にも劣悪な環境でした。小野高村は市街地のありさまを見て、僧正の整備と仮装を進めてゆき、人々に今生きている現世と死んだ後の冥界を説いていきます。整備した3つの僧正は、東の鳥辺の、西の足立の、北の蓮台のと呼ばれ、今日の三大僧地になりました。八坂神社や建仁寺などの観光名所が点在し、高級料亭やお茶屋が立ち並ぶ東山祇園、そのあたりはその昔、東山のふもとにあった埋葬地鳥辺野の入り口にあたり、六道の辻と呼ばれていました。それを示す石碑が立つところに、建仁寺の塔頭の一つ、六道珍王寺があります。弘法大師の詩にあたる京春僧図が平安前期の延暦年間に改装したもので、当時はおたぎ寺とも呼ばれていました。六道とは死者が転生するところで、地獄道、餓鬼道、畜生道、修羅道、人間道、天上道の6つの冥界があります。ここ六道珍王寺のあたりは、この世とあの世の境と考えられ、古来より冥界につながる入り口と信じられていました。六道珍王寺の本堂の裏庭には、冥土通いの井戸と呼ばれる井戸があり、小野高村がこの井戸を通って地獄の閻魔町に赴き、亡者を裁く閻魔大王の補佐をしたと伝わっています。六道珍王寺の閻魔堂には、高村作と言われる閻魔大王と高村の木像が並んで安置されています。また平安時代に作られた重要文化財の本尊薬師如来坐像が安置されています。